じゃじゃさあ今回も、はい、前回に引き続き、はいはい、神7企画、はい、アリーグ編ということでやっていきたいと思います。よいしょ、いきましょう。はい、まあ前回意外に緊張感も、なんでなんですか。なんかすごい責任を感じて結構俺も球場に足を運ぶもんとして、はい、なんかちょっとドキドキするしっかりと。で今回パリーグ編ということなので、はい、しっかり、やりましょうよ。みんなでちょっとバチバチにやり合いましょう、はい、ちょっと今日もこれね、意外とねソフトバンク多いんだよ。これ知ってる？です、ね、いや、ドラフトの取り方。え、ソフトバンクですか？うん、なんすか。同じような力だったら男前取れっていう。えいや、その方が人気が出る。へぇ、そういう取り方があるらしいよ。そうなんですか。でまあ、これ入るかどうかは分からないけど、シュートとかかっこいいよ。ああ、かっこいいですね。かっこいいです。はい、まあ、今宮健とか。もちろんかっこいいです。ポロポロ出てくるから。もちろん。松田だって出てくる。かっこいいですよ。柳田だってしょ。かっこいいっす。そうでしょ。はい、じゃあ、入ってくる。まあまあ、それが全体的にこう、入ってくるかっていうことでしょ。6球団あるんで。でも、だから、まとまりを見せてるのは、ソフトバンクは。いや、まあ、確かに、やっぱりいますよね。いるでしょ。はい。千賀だってそう。いや、千賀どうしてもかっこいいっす。グラシアルとかかっこいいっすか。グラシアルかっこいいよ。グラシアルかっこいいよ。あいつボクサーになれんの。いや、ほんとかっこいいっすか。岸楽天じゃないっすか。やっぱりいや、まあこれが岸は外せないと。正直入りますわ。絶対入りますよ、これはやっぱりね、入りますよ。なんかこう、スタイルもいいもんな。いや、もうほんとにあのスタイルは抜群ですよね。はい、栗山。あー、セーブ。クリちゃんは外せないと。まあこれはですよ。これはもう文句ないです。これはもう。はい。これはもう。いや、斎藤佑樹とかかっこいい。ああ、かっこいいですね。確かに。日ハム。はい。でもはい、日ハムだったら西川遥輝選手入るんですよ。いや、入るよ。かっこいいよ。まあ確かにな。いや、かっこいいですよね。かっこいいですよ。いや、そしたら太田大志も入るんだよ。ああ。まあ、谷口も入りますからね。そう、谷口も入りますね。谷口は可愛いよな。いやかっこいいっすよ。かっこいいっていうか、可愛いっていうか。甘いっすよ、マスクが。まあ、確かに。本当に。どうします谷口君も、みたいな。一回書こう、一回。一回書こうじゃん。はい、ちなみにこれまだソフトバンク書いてないんで、どの辺行きますか。いや、だから、さっきのやつ、全部行きますよ。まあ、中島。中島選手は多分、今回。1位じゃないですか。中島イケメンランキング。ショート。いやまあ書きましょう。彼氏にしたいランキング。いや今宮もいい。ああそうですね、もちろん。バンクはちょっといきましょうか。西武金子選手とかですね。ああ、金子裕二選手、まあ、確かにかっこいいですね。これは僕も賛成です。リーグ結構多いっすね。平石監督、はい。いや、あいつかっこいいっちゃかっこいいよ。かっこいいっすよ。まあ、原監督も入ったわけだ。まあ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 。山本。オリックス。後ろ。山本。どうっすか。ピッチャー。ピッチャー。え、かっこいいっすよ。かっこいいっていう、かっこいいか。いや、いや、まあ、いや、悪くない、全然悪くないんだ。全然悪くないが、かっこいいかって言われると。どうなんやろ。まあ、書いていい。あー、いいですか。ロッテ、ロッテ。あ、唐川投手とかどうですか。涌井投手。はい。唐川投手は唐川いいですか。え、入りますよね、かっこいいっすよ。早いから。いや、俺、シュートはかっこいいと思うよ。いや、シュートはかっこいいっすよ。書いてる。いや、絶対もっといるんだよ。あ、柳田選手とかもかっこいいじゃないですか。ギーターはどうします。ギーターもかっこいい。和田。ああ、そうか、和田投手かっこいいっすね。いや、あれもかっこよくない。かっこいい。顔多いな。ロッテのっすか。ああ、荻野さん。いや、かっこ悪いとは言ってないですよ。そう、分かってるよ。ライオンズ。いや、それね、井口だってかっこいいよ。ああ、かっこいいですね。確かに。かっこいいですか。ブラシアルも入れますか。あ、ブラシアルがいい。高橋純平。あ、かっこいいですよね。ソフトバンク。ああ、いるいる。俺はもういけないですよ、第一。
高橋で。ああ、アンダー、アンダースローの。おお、かっこいいね。ちょっとソフトバンク多いじゃないですか。いやいや、それはしょうがないよ。これ、いや、も含めてのドラフトをしてるんですね。そうですね。ソフトバンクだけでやったらもっと終わんないっすよ。工藤監督大丈夫ですか。ああ、工藤監督。工藤はね、昔のもうあれに出るって言われてるんですよ、ね、あのウルトラマンの怪獣ターン。西村は入らない。どうですか。ああ、監督さん。ああ、監督のオリックス、絶対に。絶対にまではやめてください。今回はにしましょう。あいつは俺は友達だから。今回はじゃん、絶対入んない。絶対入んない。絶対入んない。いや、ここに入ってたって俺は消した。何かあったんですか。いや、何も友達だから言える。逆に言える。言える。そうですね。あいつだったら許してくれる。いや、栗山も、栗山監督も。ああ、栗山監督かっこいいっすよ。はい、反省だ。栗山監督かっこいいっすね。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。せぇ、けんちゃん大丈夫？誰？いじってんの。いじってんの。どうかね。どうかね。けんちゃん。だって今回はね。もう亀セブンっすよ。亀セブン。いいね。亀セブンだったね。ケイ鈴木とか。あー、かっこいいっすね。かっこいいっす、かっこいいっす。はい。はい。ケイ鈴木選手いいっすね。まあこんなとこだろう。まあそうですね。まあですかね。そうですね。実力ともにすぐ出てくるという。お願いします。こっから7名を。ああ、まあまあ、ここら辺はもう納得です。はい、まあこれも当確でしょ。まあそうですね。かっこいいっすよ。ラシャル入れる。ああ、かっこいいっすよ。いや、本当かっこいい。かっこいいっすよ。いや、本当に男前っすよ。え、西川選手入んですか。西川春樹。これさ、はい、西川春樹の親父と飲んだんだよ。はいはい。ね。200ぐらい血圧が悪くて、打たなかったら知ってるよ。ああ、言ってましたね。それ、いや、これ。それ考えると、なんかさ、こう私生活をあまりにも知りすぎるとさ、なんか入れたくないよ、ね。入れないんすか。いや、確かにかっこいい。いや、かっこいいっすよ。かっこいい。入れるか。はい、やりました。血圧がね、お父様やりましたよ。俺の血圧が上がったら困るわ。え、今が4名ですね。はい。あとじゃあ3人ですよ。監督が平石さんと栗山監督です。平石さん、栗山監督かっこいいですよ。栗山、平石、井口だったら、やっぱ平石がやっぱあれでしょ。まあそうですね。やっぱ入るでしょ、これ。いいっすよ。うわ、これでもう5名ですか。え、あと2人。いや、ルックスありきっすか。どれで決めてんの。顔の顔面だけ。顔面で同じぐらいだったらルックあれじゃない、スタイル。高橋純平。まあまあ上スタイルもいい。いや、スタイルもいいっていうのもあるし、いいけどね。しょうがない。そうですね。かっこいいっすね。うわ、これでもう6人っすか。最後の人がもう湯高さん、湯高さんのもうそのでしたからね、前回も決めましょう、一言で。いや、むずい、これ。あははは、大好きですね。行きましたー、かっこいいですね。ちょっと言って、パソコンで周東の顔出してかっこいいですね。かっこいい、でも可愛い系っちゃ可愛いです。ちょっとデカ画面にしてくれる。それでかくなる。おお、思ったのと違うなっていう。ちょっと違う。いや、かっこいいっすけどね。いや、かっこいい。人気ありますよ。で、今回、ごめんね。ダブ高橋だわ。やっぱこれはかっこいいよ。はい。じゃあ今回ちょっとパリーグの神セブンということで、岸投手、栗山選手、西川選手、グラシアル選手、平石監督。ソフトバンクのダブル高橋、高橋純平選手とレイ選手ですね。ソフトバンク強いですね、やっぱ。はい、ということで、まあそういうことで、ちょっと難航しまいましたけど、長くなるんだね。そうですね。男だけでも盛り上がるっていう、あの、他にもいっぱいいるから、いっぱいいるよね。はい、いますよ。と思うけど、頭に浮かんだのはこの選手たちだった。ここからやるんですか。今度はセパ合わせて、セパ合わせて、ナンバーワン決めるから。
そっからのナンバーワンですか。当たり前だ。ごめんなさい。